この雑誌、海特集って書いてある。今度みんなで海行くし、何か参考になるかな。あ、いろんな水着が載ってる。すごい、これ、この間今井さんがおすすめしてくれたのと似てる。あ、このページの持ち物チェックリスト便利かも。水着は買ったから、この項目は大丈夫。あとは帽子と日焼け止めとタオルとサングラス。サングラス買うのはちょっと恥ずかしいな。あとは、あ、びっくりしました。ああ、いえ、その練習はさっき終わりました。はい、私ちょっと見ておきたいものあって、このカウンターに置いてあったファッション雑誌です。海特集って書いてあったので。そうです、その実はいろいろあって、今度海に行くことになって、海なんて行ったことないので、どんな感じなのかなって思いまして。ああ、その一人で行くわけじゃないので、あこちゃんも今井さんもいます。はい、水着買いました。この間今井さんと上原さんとお店行ったんです。そうです、上原さんも一緒に海行きます。あの、私学校のプール以外で水着を着るの初めてって、だからお二人ともいろいろ選んでくれて、たくさんアドバイスもらいました。水着いろんな種類あるんですね。あ、はい、お二人とも水着にも詳しくて、私に似合いそうなものたくさん見せてくれました。あ、でも今井さんは黒がいいとか、上原さんはピンクが似合うとか、お二人の意見時々分かれちゃって、色だけじゃなくて、そのビキニ型とかワンピース型とか、たくさん言ってもらったのに、私ちょっと混乱したりしました。でもお二人が私のために考えてくれて、そういうお二人の気持ちとっても嬉しかったです。はい、見つけられました。今井さんと上原さんの意見、どっちも取り入れた水着を探したんです。今井さんが言ってくれた黒色と、上原さんが言ってくれたワンピース型、可愛くてかっこいいってお二人とも褒めてくれました。はい、その私も気に入ってます。海は楽しみです。でも緊張もしてます。一緒に行く上原さん、これまであまりお話ししたことなくて、私買い物の時もそんなにたくさん話せなかったですし、ちゃんとお話できるでしょうか。あと海自体も初めてなので怖
怖くて。初めての場所、怖いですか？なんか、ちょっと、ほっとしました。はい。せっかく行くんだから、勇気出して、行ってきます。アドバイス、ありがとうございます。あ、そういえば、聞いてもいいですか？海って、日差しすごいって聞きますし、やっぱりテントは、あった方がいいですよね。なんで笑ってるんですか？違うんですか？笑ってないで、教えてください。